はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ブルーアーカイブ始めていきましょう。オペラより、これは0068愛を込めてストーリーモードを中心にやっていきましょう。大丈夫、ストーリーしてしまった。簡単な依頼だったわね。待ってたよ先生。何をすればいい？これってストーリーは見せ合えないのか。うん、恐ろしい。誰？
ちょうどいいわ。先生に見せたいものがあるの。待ってたよ先生。何これ、ハードボイルのに。ちょうどいいわ。先生に見せたいものがあるの。さあ、仕事の時間よ、先生。ちょうどいいわ。先生に見せたいものがあるの。これがストーリーか。
城前沙織が対立している話ですね。大丈夫、マリアさんがいるわ。次に向かう。ここは片付いたわね。今がチャンス。やあ、びっくりさせてあげるからね。見逃さない。許さない。この手を。もうちょっと。いい式だったよ、先生。いや、どこへ。
信じないんだ。強引だな。あ、ロマラチーノが。お、手を貸すんだ。そうだよな、敵でずっと本来なアルパチーノを守る側がレディア68のはずだった。ジョーマン・サオリは対抗する側なのに。これがじゃないや。取る側で、でも錠前沙織が横取りしたんじゃなかったっけ。さあ、仕事の時間よ、先生。
出た出た。
ど探してたんだ先生。行きましょう。ラーメン屋だ、柴崎ラーメン。違う。なぜラーメンって書いてんの、うどん。椅子になる。そうだね。あれ、いないんだ。ああ。ちょ前。国内線だよな、基本的に。この舞台に。あ、そういうことか。じゃあこうしましょう。今日もファイト。次はあっちだ。まあ23だったら勝てんじゃないかな。
すぐに侵入します。これはどう？ちょうどいいわ。先生に見せた進捗状解決。さあ仕事の時間よ先生。先生資料をまとめたいの。付き合ってもらえるかしら。集中しなさい。いや私じゃなくて資料に。ちょうどいいわ。先生に見せたいものがあるの。結構レベルが高い。ちょうど探してたんだ先生。次はミカの方がいいのか。ちょうどいいわ。先生に見せたいものがあるの。あ、一気に45に上がった。まあ簡単には勝てないよな。じゃあ行くよ。次はあっちだ。面白い。
ね。これも一人対決か。17秒しか経ってないから余裕だろうこれ。待ってたよ先生。何をすればいい？結構高いよね。終わりか。あ、ちょうど探してたんだ、先生。まだまだいける。あと4人。次はあっちだ。そのことは思い知れ。きつ。アクション。ミカつ、特にミカ強いな。
ちょうどいいわ。先生に見せたいものがあるの。まだレベルは上がらない。外戦えるね。ちょうどいいわ。先生に見せたいものがある。さあ問題はこの辺からか。まあ無理だろう。やってみるだけやってみるけど。倒せるんだけどな。なかなかしぶとい。倒したが。大丈夫そう。誰もそこからは逃れられない。強い。あ、だよ。倒したな。一応はクリアしたが。簡単だったな。次の任務は。120秒以内クリア達成していない。待ってたよ先生。何をすればいい。まあボス級だから難しいよな。じゃあ
あんまり聞いてないな、これやばいな。これはどう？興味深い結果ですね。無理です。さすがにここまでか。待ってたよ先生。何をすればいい？進行してる。解決。見かしないってとこあるな。必要なものがあるなら言って取ってくる。一個ぐらい買っとこう。それかバレンタインデーのお誘い。持ってんだこれ。これは持ってないものを買おう。これ家具だな。家具はいらん。それが必要だったんだね。いい選択だね。ちょうどいいものがあってよかった。と全部過去の信用文字があると嬉しいよね。
集中しなさい。さすが私の。私に何か用なの？ちょうどいいわ。先生に見せたいものがあるの。私にお任せを。わーい、楽しく遊んでみよっかな。反対やっぱり移動するよな。何ターンが限度？コールサインバニー04参ります。心から願います。サンキュー。こっちだよ。今出すか。状況の確認完了。移動します。ぴょんぴょん。さてと、覚悟してくださいね。お役に立ちましたら幸いです。ターゲット捕捉。あんまりいいんだな。こういうのはいかがでしょう。参ります。私たちの勝利です。しかし油断は禁物ですよ。バフからスタートだよ。ありがとう。私はこっちだよ。
生物なのか、桃屋堂って。お願いします。で、これでやらせて、さあ、いくよ。ほら、無理無理、びっくりさせてあげるからね。ダメージだからな、まあ、花火な、やっぱり。ドライポン！あははは、面白い！びっくりさせてあげるからね。私はこっちだよ。邪魔はさせません。こんなことではめげません。みんなで追いかけるよ。悪い人だ。支援攻撃。倒した。ちょっとミカが不安になるけどな。来るか、来たか。癖あるな。
ダメだ、1分以上経つ。そう、ピヨってるしな、結構。3回獲得すればいいのか。学園交流会員さんか。それぞれの学園との交流会を行ってアイテムをたくさん集めましょう。コストがたまらん。屋外線だよなこれ。ミカがやっぱり強い、屋外戦でも。で、スペシャルに。はい、お任せください。トキとどっちを選ぶかだろうな。でもやっぱりミカ強いんだよな。
かこいつ。お仕置きの時間ですよ。なんかおかしくない？この右のやつ怪しい。白こいつしてるな、右のやつが。爆発してください。逃げるな逃げるな逃げるな。お役に立ちましたら幸いです。まあ、取り合いのかもな、力が。なんてそれぞれの学園との交流会を行って、つばきの方がいいのかな。つばきいいタンクになるって言ってるからな。私が前硬いわ。相手が強い。力不足。学園交流会では、どんどん
方に祝福を。きれいに片付けてしまいましょう。早い。在庫回収。待ってたよ先生。ちょうどいいわ。
潜入を開始します。どれだけ先に倒した方がいいのか。最高の戦いでした。どんどん。全部先生のおかげです。もっと多くのデータが必要だね。強くなったのかな。まだノーマルハルカは
ガチャ引いて終わりにしますか。最低保証。ごきげんよう。あ、こっちの言葉の方がより自然かもです。はじめまして。きた。さあ、何の星さんだ。お、これはゲヘナ。いや、私にまたいって撤去しちゃうよ。やっほー、メグじゃないか。思いもいる。邪魔だと思いましたら、いつでも行くか。このご恩は命をかけてお返しします。てめごだよな。まずこういうの大歓迎だよ。嬉しい。ありがとう先生。そ、装備の強化もしないとな。まあ、どれも一緒だな。つまり結局この初級技術ノートっていうのがみんないるんだな。最優先だな。まあ、ここまでですね。はい、ということで、今回はこちらのイベントを中心に、やっていきました。
次回は再びメインイベントですね。お待ちしておりました、先生。今日も平和な世界のために一緒に頑張りましょう。おかえりなさい、先生。一緒にこれまでの。ようこそ、先生。どんどん。このエデン条約編1章2章を進めていきたいと思います。名作と名高いエデン条約編、果たしてどうなりますやら。見ていただいてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。